なんてこと。暁の巫女の指輪と若き獅子の指輪、奴らに奪われたですって。すまない。あのね、もし神竜側の指輪を奪い返せたら、セピアとグリに褒めてもらえると思って。それで二つとも奪われちまってたら意味ねえだろ、バカが。ごめんなさい。でも、また取り返せばいいよね。僕たちは特権階級なんだもん。指輪を取られてもお叱りはないんでしょ、マロン。なぜ命令以上のことをしたの？今回のことは私でもかばいきれないわ。でも聖騎士の指輪だってセピアのミスで神竜側に戻ったじゃん。私はベイル様のご命令に従っただけよ。それともベイル様を非難する気かしら。それは今回のことを言い訳する気はない。もし罰があるなら俺に与えてくれ。もう？こいつはただ褒めてもらいたかっただけだ。共にいて止められなかった俺に責がある。まあ、あなたいつの間にマロンをかばうようになったの？これまで宿の誰にも心を開かなかったのに。それともベイル様の件があるから私を怒らせないようにしたいのかしら。でも残念、ベイル様への術はもうかけてしまったわ。約束が違うだろう。ごめんなさいね、待とうと思ったのだけれど、欠陥品の人格が目覚めてしまったから仕方なく。約束をたがえていたのはそちらも同じよ。今回の件、ソンブル様への反逆に値するわ。私たちは家族なんだもの。悪い子にはきちんとお仕置きをしないとね。何するの？マロン、逃げろ！させないわ。うわあ！ああ、二人とも伸びちまったぜ。その魔法、思ったより強烈だな。羨ましそうに見るのはやめてちょうだい。私はもう行くわ。こいつらはどうするんだよ。目覚めたら追いかけてくるでしょう。私以外にこの子たちの居場所なんてないんだから。それより例の件は頼んだわよ。少しの才にも抱かせないよう存分に痛めつけられてきなさい。分かってるさ。奴がソンブル様の巫女かどうかちゃんとこの目で確かめてきてやるよ。戻ってきたわね、イルシオン城に。中には邪竜ソンブルがいるはずです。それからベイルも。ええ、無事でいてほしいですが、敵として立ちはだかることが考えられます。警戒を怠らないようにしないといけません。危険だと思ったらすぐに撤退を。どうしたんだい？デスタン大教会で似た会話をしたことを思い出して。紋章シマルスとはあれきりでした。結局取り戻せないままこの場所まで来ましたが、また同じことになったらと。僕たちはあの頃より強くなった。以前のようにはならないよ。それに君だって神竜として立派に成長したじゃないか。神竜としてですか？ああ、だから取り戻せるさ、必ず。それは何よりの褒め言葉ですね。行きましょう。誰もいませんね。イルシオン城内はいつもこんなに静かなのですか？いいえ、王城兵すら姿が見えないのはおかしいわ。ソンブルは城の者まで始末したのか？みんな異形兵になってるってこと？
そんな。王城兵ならここにいるぜ。グリ、久しぶりだな、神竜様。はるばるこの城までようこそ。ああ、イルシオンの姫君にはお帰りなさいませと言って差し上げるべきかな。港ではマロンとモーブが世話になったみたいだな。指輪も二つ奪い返して万々歳ってとこか。残りの指輪も早く欲しいだろう。例えばこれとか。慈愛の王女の指輪、正真正銘の本物だぜ。紋章師だってこの通り。セリカ、俺を倒したら返してやってもいいぜ。何を企んでいるんですか。そっちこそ何を警戒してんだ。ソンブル様が来るかもってビビってんのかよ。あなた一人では分が悪すぎます。言ってくれるね。言葉で責められるのも悪くない。安心しな、誰もここには来ねえよ。もし来たら俺は舌を噛み切って死んでみせてやる。どういうことです。戦わねえならこれ以上は答えられないな。わかりました。何が狙いか知りませんが、本当に援軍が来ないのであればまたとない好機です。覚悟してください、グリ。慈愛の王女の指輪返してもらいますよ。そう来なくっちゃ、かかってこいよ神竜様。時間をかけて俺をズタボロにしていきな。すぐに肩がついちゃ面白くねえな。しばらくは一方的に殴らせてもらうぜ。消えた。これは紋章師セリカの力ですね。暗がりに潜んでいるかもしれません。みんな注意してください。どこへでも。
誇りを胸に。僕ですね。はい、僕が守ります。なんとお詫びしたらいいか。頑張ります。さあ踊ろう。ありがとうございます。世の出番か。従うわ。了解だ。ええ、俺をどうやって止める。刺すか潰すか、それとも引きちぎるか、楽しみだな。紋章の導きです。嫌いではないのだぞ。すまないの。エンブレムエンゲージ。乱されないさ。はい。
これでまた踊れる。待ちくたびれたぜ、神竜様。あんたはどんな痛みがお好みだ。指輪を返してもらいますよ、グリフ。マジかよ。ちった心が痛まねえのか。指輪ねえ、いいぜ、返してやるさ。俺を満足させてくれたら喜んでな。となるかしら。どこ見てるんです。僕もどこ見てるんです。
手ごわいですね。紋章の導きです。隠れんぼにも飽きただろう。俺はここだ。早く殺し合おうぜ。ブロディアに恥じぬ一層。
本当ダメだ。ここです。うわ、また立ち回れそうだ。クレンボにも飽きただろう。俺はここだ。早く殺し合おうぜ。もう寂しくありません。いい風ですね。
くのはいいですよね。眠くなってきました。食べたと思ってました。
の。私は絶対に負けん。手加減するほど甘くはない。見ていてください。私は絶対に負けん。加減するほど甘くはない。
優しいですね。取り戻しました、慈愛の王女の指輪。何がおかしいんです？いや何も。その紋章紙にはソンブル様のお力が入ってる。さっさと権限し直すよ。言われずとも守れ、響きのエンブレム。ありがとう紋章シセリカ、やっとあなたを取り戻せました。いいね、高ぶってきたよセピア。あんたの予想は大当たりだ。気でもおかしくなりましたか？気でもおかしくなった？そのセリフそのままお前に返してやるよ。なんでそちら側にいるんだ？
精錬で純粋な顔して神にでもなったつもりか。お前の正体は神竜なんかじゃない。こう言った方が分かりやすいかもな。邪竜の巫女様さんよ。私が邪竜の子。ありえぬ。言いがかりは許さぬぞ。へえ、騎士様はそいつの何を知ってるんだ。そいつ自身ですら自分のことを忘れてるってのに。それとも千年前からお前は生きてたってのか。いいことを教えてやるよ。紋章師の権限についてだ。神竜にも邪竜にも権限の力があるのは知ってる。しかしそこには決定的な違いがある。神竜は祈りによる権限、対して邪竜は呪文による権限なんだよ。呪文って？ついさっきあんたの権限は呪文を使ってたな。これまでもずっとそうしてきたのか。それならあんたは間違いなく邪竜の血族だ。じゃあ母さんはどうして私を我が子だと？そりゃ知らねえよ。本人に聞けばいいって。ルミエルはとっくに死んでたな。貴様。怖い怖い。とにかく俺は今回それを確かめに来たんだよ。指輪を渡さないといけなかったのは痛手だったが、ついでに時間稼ぎも頼まれてたからな。おかげでソンブル様もベイル様も無事に立たれた頃だ。え？おっと、口が滑っちまった。せいぜい逡巡してろ。そこにいる神竜は偽物だったんだ。仲間内で争うか離散するかどうなるか楽しみだぜ。じゃあ待て。私は邪竜の。大丈夫だ。あんなの嘘に決まっている。僕は信じないさ。冷静になりましょう。敵が仲間割れを狙ったとも考えられるわ。ソンブルが城にいないというのも私たちを惑わすための言葉かもしれん。ひとまず城内を見回ってみよう。どうだった？どこもかしこももぬけの殻だ。こちらもよ。やはりソンブルはもうこの城にはいないようね。これからどうすべきか。グリの言うことが本当なら私は共にいない方がいいかもしれません。な、何を言い出すんだ。夢を見たんです。母さんが死んだ日の朝に、炎の中真っ赤な髪と瞳をした私が笑っているのを。今までただの夢だと思っていましたが、あれは私の記憶なのかも。そんな、何の証拠もないじゃないか。証拠ならあります。紋章師シグルド。ここにいる。あなたに聞けばはっきりしますよね。千年前から神竜と共にいた紋章師になら答えてください。私はグリの言うように邪竜の血族なのですか？そうだ。なんという。やはりそうでしたか。黙っていてすまない。全て忘れているのなら神竜として生きるのが幸せだと思ったのだ。君が目覚めたあの日にルミエルとそう決めたんだよ。母さんはなぜ私を我が子だと？君がソンブルに見限られたからだと聞いている。このままだと命が危ないと。何より千年前のルミエルと君は互
互いに家族でありたいと望んだそうだ。それ以上詳しいことは私にはわからない。ありがとうございますシグルド、それだけで十分です。みんな今までごめんなさい。私は神竜ではありませんでした。そんな謝られることなど。神竜の力がないと邪竜は封印できません。それは変えられない事実ですから。邪竜を封印する術がなければ今後の戦でみんなが大きな危険にさらされます。私が本物の神竜で神竜の力を持ってさえいればこんなことには。神竜の力がない、どうしてそう思うんだ。え、確かに君は邪竜の血族だ。それは変えようのない事実。でも覚えているかい、フルルの港で私が君の元に戻った後、君は私を権限し直してくれただろう。でもそれは邪竜の呪文を使って。邪竜の力で権限した紋章師はこうして話すことはできないんだ。思い出してくれ、邪竜の力で権限されていた紋章師とは話ができたかい。いえ、そういえばみんな呼びかけても答えてはくれませんでした。どういうことですかシグルド殿。邪竜は呪文により紋章師の自由意志を奪う。意思疎通ができない代償に完全なる霊族をさせる。神竜は祈りにより紋章師の自由意志を残す。完全なる霊族は叶わない代償に意思疎通ができる。だが君は邪竜の呪文も神竜の祈りもその両方を使うことができている。では私の中に神竜の力があると。その通りだ。しかしそれよりも雄弁にその髪と瞳が語っている。千年前のように赤ひと色ではない。その青はルミエルの愛だ。神竜の力を確かに継いだ証だ。なぜルミエルがその命を縮めてまで力を与えたと思う。君に神竜を継がせるためだよ母さん。私も他の紋章師たちもここまで共に戦ったのは自分の意志だ。話をして絆を深めることができたのは君が神竜の力を持っているからだ。ルミエルを継ぐ者は君以外にいない。これを聞いてもなお皆と離れるか、離れたいと願うか。いいえ、離れたくなどありません。叶うならこれからも共に。私が邪竜の血族であることは変わりません。それでも神竜としても生きることを許してくれますか。当たり前だろアルフレッド。確かに最初は神竜という存在を必要としていたさ。でも今は君だからそばにいるんだ。邪竜も神竜も関係ない、君だから必要なのに。離れた方がいいだなんて二度と言わないでくれ。あなたがいなければここまで来られなかった。どこまでもついていく覚悟はとうにできているさ。たとえ今は力が半分でも残りの半分を私たちが補ってみせる。私は生まれとか気にしないよ。大切なのはその人が何を成し遂げたいのか。何に生まれてもしたいことをする、願う通り生きる。神竜として生きるのならあなたは神竜だよ。私は正直複雑だったわ。けれどあなたを失うと思ったらすごく怖くなった。このつながりをここで絶っていくだなんて許さない。私にとっての神竜様はやっぱりあなたなのだから。皆の気持ちは分かたれない。君がつないだものだよ全て。君は今もこれからも神竜だ。みんなありがとうございます。まだわからないこともたくさんあります。昔の私が
取り返しのつかないことをしていた可能性だって。ですが今はみんなと一緒に歩ませてください。私たち紋章師も君についていこう。他ならぬ自分の意志で。ありがとうございます。うん。すごいです。はい。良いですか。いいかい？はい。占いの結果は神竜殿。モーブ、先ほどの話を聞かせていただきました。あなたがソンブル様の巫女の生き残りであると。もしそれが誠であればどうかベイル様を助けてください。足止めに来たというわけではないようですね。あの方はずっと兄弟に会うこと、それだけを支えに生きてこられたのです。あなたに会えればきっとベイル様は救われる。会えるのなら私もそうしたいです。さっきのみんなの言葉をベイルにも伝えたい。本当の彼女はいつも私たちを助けてくれました。でも行き先がわからない以上はどうすることも。ベイル様はソンブル様と共に
リトスの地に立たれました。リトスの地に、なぜ。詳しくお話ししている時間はありません。俺を信じ共に来てくださるのならこちらに。どうする。ついて行ってみましょう。